はい、どうも、平井です。どうも、おかゆです。今日なんですけど、はい、朝からね、そうっすね、エアージョーダンイレブンの、はい、グラティチュード、こちらの方がスニーカーズの方で発売抽選だったということで、僕らもね、はい、オンラインチャレンジしてるんですけども、しました。はい、まあちょっといろいろ僕らもちょっとね、問題がありまして、はい。はい、まあ変えたのかどうかどうかということですね。いうところなんですけども、はい、今日はそのあたりをね、減っていけたらなと思うんですけども、はい、あとちょっとね、イレブンの方はね、皆さん、はい、もし今日購入された方で、はい、まだ手元に届いてない方もね、いらっしゃると思うんですけども、ちょっと注意していただきたい点ある。あ、そうなんです、ね。はい、ちょっと品質に関する問題出てるということで、今日はそのあたりもね、お伝えできたらなと思います。はい。で、その他リーグ情報がいくつかあるんですかね。そうですね、はい。来年の2月発売予定の、うん、エアジョーダン・ワローの OG のトロフィールームがありますよ、ね、うん。マーカス・ジョーダン自身が手に持って、ちょっと説明してるね、はい、動画とか出てきてまして、あ、そうなんですか。あ、そうなんですよね。そのあたりちょっとやらせてもらいたいのと、うん、あと今後発売予定の、ジョーダン・ブランドの新作であったりとか、うん、今日ね、紹介するのは全部確かジョーダンだと思いますね。あ、珍しいです、ね。全部ジョーダンの新作だけやったと思うんですけど。大体ダンクですかね。始まりが大体ね。始まりというか、もう5割ぐらいダンクの話。枕言葉みたいな感じですけど、ね、そうなんですよ。じゃあ行きましょうね、はい。はい。このチャンネルではスニーカー、ファッションに関する陸情報や最新のニュース情報動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のご済みでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、我々ツイッターとインスタグラムやっていますので、概要欄の方にリンクの方がありますので、気になった方のよろしくお願いいたします。します。はい、じゃあ早速なんですけども、はい、トロフィールームのエアジョーダン1ローの OG ですね、はい、バーシティレッドブラックという名前なんですね。あ、そうなんですね。はい、こちらが、はい、来年の2月の15日ということで、はい、もう2週間もすれば発売来るよということなんですよね。え、2週間ですよね。ああ、間違えました。2ヶ月です。2ヶ月です。あ、そうなんです、ね。2週間じゃないですか。2ヶ月です。はい、まあ、それはそれでまた面白いなと思うんですけど、はい。はい。あ、そうなんです。2月の15日ね、来年発売なんですけど、はい、まあ、2足発売されるうちの、うん、実物の投稿がずっと出てきてて、連日やらせてもらってるんですけど、うん、とうとう、このね、トロフィールームやってる、マイケル・ジョーダンの次男である、このマーカス・ジョーダンの方が手に取って、うん、これ確かコンプレックスの企画で出てきたと思うんですけど、はいはいはい、で、それのスクリーンショット撮られてる画像が海外のスニーカー掲載で紹介されたんですけど、うんうん、はい、まあ、本人自身が、来年発売されるね、このトロフィールームのエアジョーダン・ワローの OG のコラボの、まあ、もともと出てきてるこのね、シカゴを彷彿させるようなカラーのやつを手に持って説明してるんですけど、うん、やっぱりこれね、サテンアッパーっていう風に書いてましたね。サテンなんですね。そうなんですよ、ね。ちょっとそこだけちょっとなーって気はしたんですね。かかとのとこのブラックと、はい、あのメタリックゴールド の、はい、のロゴのとこについてはかっこいいなとは思うんですけど。そうなんですよね。サテンがちょっとね、受け付けた人多いですね、きっとね、うん。そうなんですよ。はい。で、まあそのかかとのブラックの部分っていうのはよく見ると、うん、マイケル・ジョーダンのサインがソーイングされてるんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。はい、まあね、マーカス・ジョーダンね、まあ、前からね、まあ、あのバックドアギャグと言いますか、うん、で結構報じられたんですよね、そういった疑惑が、ね、そうですね、結構叩かれましたね。そうなんですよね、はあ、エアジョーダンは俳優陣のフリーズアウトって言われるトロフィールームとのコラボをね発売する前に結構横流ししてたんじゃないかということで、うん、結構叩かれたんですけど、本人は疑惑は否定してたんですけど、うん、まあ、ホテルで何かそのね密会と言いますか、うん、やり取り値段のやり取りしてるようなリークとかもあったんですけど、うん、これもやってんちゃうのって思ったりしますけどね、なんかね。でも思うんですけどね、はい、あのとんでもない金を持ちじゃないですか、冗談自身が。まあね、うん。その息子なんで、わざわざそんなことせんねん思ってきます。いや、まあ、自分の力でやっぱり稼げよっていうことじゃない、じゃないですか。いや、でも、スニーカー自体は親父の名前です。まあね。そうなんですよ、ね。そうですよね。はい。まあもう一つね、発売される、うん、ホワイトとブラックのカラーが使われているモデルがあるんですけど、まあそれをゴールドが一部使われてるらしいんですけど、はいはい、それはね、実物の投稿がないんで、あれ楽しみに。あ、そうなん、それがちょっと気になるところなんですけど、作りが一緒だったらちょっと嫌だなっていうのもあるんですけどね。さてにちょっとやめてほしい。ああ、そうなんですよ。はい、まあ、今回これ、まあ、どれぐらいの数でリリースされるのかっていう情報とか全然出てきてないんですけど、うん、それ分かり次第ちょっとやらせてもらいたいのと、あとね、バックドアの話で言うと、うん、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、うん、ソウルフライとエアジョーダン8のコラボが今月発売されるんですよね。うん、ああ、はいはい。そうなんですよ。で、これも公式写真が出てきてまして、うん、ソウルフライの方では確かね、昨日発売されたと思うんですけど、はいはい、はい。で、スニーカーでの発売が今後控えてる、まあ、コンビソフなんですけど、うん、なぜそういうバックドアつながりっていうふうに言わせてもらったと言いますと、ソウルフライのオーナーもバックドア疑惑あったんですよね。なんかあちこち確かトラビスの時やったと思うんですけど、はい、ああ、ありましたね。そうなんですよ、はいはい、でその時やられてた写真っていうのが、うん、このソウルフライのオーナーが
ランボルギーニがね、確かね、ポルシェ乗ってるんですよ。うんうん、あ、フェラーリやったかな。で、それをオーナーの所有している高級会社の写真とともに、そう、報じられたんですけど、そんなんやってるからこんなん買えるんだろうっていうような皮肉見た感じの東海だと思うんですけど。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。まあ、そんなソウルフライとエアジョーダン8のコラボで、うん、これインスパイア元がこれ葉巻なんですけど、うん、まあ、ジョーダンがよく葉巻吸ってたのもあって、そういうのもあるのかなちょっと思ったんですけど。まあ、そういう写真もよく出てますね。ああ、そうなんですよね。使われてる素材っていうのは、これステードの素材と、ニット調のメッシュ素材で構成されてるエアジョーダン8で、カラーの方が整理で構成されてるんですよ。なるほど。はい、ボックスの方もこういった風に特別な仕様になってて、インソールも、まあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、特別な感じになってるんですよ。はい、まあ、こちらの方が今月スニーカーズの発売されてる、まあ、日本のスニーカーズの方には、まだ発売できてないんですけど、はい、まあ、話は変わるんですけど、エアジョーダン8じゃなくて、エアジョーダン1の OG のワットザの、デザインで、ソウルフライトのコラボが来年あるんじゃないかって言われてるんで、僕はそっちちょっと狙いたいなと思ってるんですよ。うん、ああ、そうですね。僕もそれ欲しいですね。はい、そうなんですよ。はい、はい。はい。続いてなんですけども、はい、エアージョーダン12のレッドタクシーですね。はい、そうですね、はい。こちらは来年の5月の18日発売じゃないかということなんですね。すよ、はい、はい。このエアージョーダン12のレッドタクシーっていうのは、うん、エアージョーダン12の新しいモデルなんですよね。はい、はい、はい。持ってらっしゃる方の投稿で1枚だけ実物の写真があるんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、うん、これタクシーの、ね、前にレッドってついてるんで、うん、一応まあこのエアージョーダン12のタクシーをちょっといじってるモデルになるんですよね。ちなみに僕エアージョーダン12のタクシー持ってるんですよ、ね、はい、持ってるんですよ、復刻で買ってるんですよ、買いました、はあ、そうなんで、今回出てきているこの実物の投稿を見ると一部分だけレッドのカラーが使われてるんですけど、うん、タクシーのこの部分で確かブラックなんですよね。そうです、ね、そうなんですよ、うん、はい、でね、これ LT タクシーっていうエアージョーダン12のモデルがあるんですけど、うん、そこのゴールドのカラーの部分をレッドのカラーに置換してるようなモデルにも見えるんですよね、これ。あ、そういうことなんですね。はい、でもあのシューレースを留めるトップに関してはこれ金具の部分が、うん、ゴールドになってなくてシルバーになっているんですけど、うんうん、この一足ちょっとかっこいいなと思ったんですよね、うんうん、はい、こちらの方が来年発売予定なんですけど、持ってらっしゃる方のところに出てきてまして、でエアジョーダン12で言うとガママニエルのコラボ2足持ってるんですけど、はい、まだ下ろしてないんですよね、うん、そうなんです、ブラックのカラーはそろそろ下ろそうかなと思ってるんですけど、うん、はい、はい、続いてなんですけども、エアジョーダン3のグリーングローですね、はい、こちらのが来年の3月16日じゃないかということなんですけども、あ、ね、あ、まあ過去に発売されたエアジョーダン4のグリーングローの、まあ、使われてるカラーが今回エアジョーダン3に使われてるんですけど、うん、まあ、こういったふうに持ってらっしゃる方の投稿で、まあ、正面であったりとかバックから撮ってるね写真が出てきてるんでちょっと見てもらいたいんですけど、はい、ちなみにこれエアジョーダン3のベースで言うとブラックセメントですよね、これね。ああ、そうです、ね、はい、エアジョーダン3のブラックセメントに一部グリーングローの、まあ、薄い蛍光のグリーンのようなカラーが、まあ、ところどころ使われてるんですけど、うん、はい、まあ、ジャンプマンロゴであったりとか、はい、一部使われてまして、3で言うと僕らはね、エアジョーダン3のクラフトシリーズのアイボリーっていうものがあるんですけど、うん、それで狙ってるんですよね。ああ、そうですね、はい、かかとの部分のデザインっていうのはジャンプマンロゴとナイキエアが2つこう重ね合っててるようなデザインになってるものがあるんですけど、そっちちょっと気になるんですよね。そうですね、はい、でそういった中、このねブラックセメントベースの、グリーングローって言われるレアジョーダン3が、まあ、来年発売予定ということで、持ってらっしゃる方の投稿が出てきてました、ね、はい、はい、で続いてなんですけども、エアジョーダン1廃用時のリバースパンダーですね、はい、こちらの方が24年の来年ですね、はい、2月の24日ということですよね。そうなんですよね、はい、おそらく来年の2月に狙ってるエアジョーダン1廃用時はこれだと思うんですけど、そうですね、そうなんですよね、はい、エアジョーダン1廃用時のパンダの、まあ、カラーを、ね、反転してるような、まあ、リバースパンダなんですけど、これで、ね、させてもらってるんですけど、まあ、配色の方がね、あのツートンカラーブロッキングの反転じゃなくて、これ、まあ、シャドウであったりとか、うん、ロイヤルであったりとかブレッドのブロッキングできてるんですよね、うん、そうなんです。持ってらっしゃる方の投稿でいくつか写真があるんでちょっと見てもらいたいんですけど、うん、はい、まあ、この方ね、写真の撮り方がうまいんで、うん、すごくかっこよく見える、まあ、そんな一足なんですよ、ね、はい、はい、はい、おそらくこれ指輪はゴローズかなっていうのちょっと思ってるんですけど、そうですね、多分、はい、はい、続いてなんですけども、あの本日ね、朝からエアージョーダン11のグラチチュードの方の販売があったということで、はい、まあ僕らもね、二人ともオンラインチャレンジしてますということで、結果の方ね、お伝えしないといけないんですけども、あとね、はい、やっぱりちょっと気になるニュースも出てきてまして、あ、そうなんですよ、ね、この11のグラチチュードなんですけども、はい、なんと品質になんか問題あるんじゃねえのみたいな。ちょっと問題あるんじゃないですかっていうね。はい、あ。ちょっとね、僕らまだ手元に届いてないんで、チェックの仕様が。え、もう変えてる程度言ってるじゃないですか。あ、いや、まあ、まあね、まあね、まあね。まあ、結果はこうなのね。
はい、なんですけど、ね、まあそんな話もちょっと出てきているので、ちょっとそのあたりをね、はい、ちょっと皆さんも注意していただきたいなというところでお話できたらなと思うんですけども、はい。はい、で、ね、今日スニーカーズの方で朝9時からご来店にしたんですけど、うん、はい、もう、事前に小売りの方で、まあ、抽選の情報とか出てきてたんですけど、はいはい、もう申し込まなかったんですよね。まあ今回ね、はい、なんかあの数がね、あの US の方の、はい、あのゲリラ販売でしたっけ。あ、そうなんですよ、ね、とんでもない数やったんで60万足ぐらいあったんじゃないかって話だね。で完売もしなかったんで、あ、そうなんです、まあ、日本も数多いんだろうなという予測のもと、はい、まあ、僕ら今回ね、あのもう1箇所1点に絞ってでいいんじゃないかなってこと で、ね、はい、まあ応募はしなかったな。まあ、はい、それにね、僕あの毎年なんですけども、はい、イレブンについて言えば、はい、まあ変えてるんです。あ、そうなんです、ね、なんだかんだでね、はい、あのまあ、スニーカーズかスニーカーズじゃなくなかったとしても他のところで買えたりとか ね、 ね、アップタウンデラックスとかで買えてましたよ ね、 ね、アップタウンデラックスやったんでしたっけ。あ、ギャラリー2でしたっけ。ギャラリー2かな、どっかで買えたと思うんですけど、で、はい、まあ、なんだかんだでどっかでは買えてたんで定価でっていう感じだったんですよね。で、まあプラスアルファ今回に至っては、まあ、大幅な値上げもあったので使用サイズは少ないんじゃないかなという予測のもと、はい、まあスニーカーで絞りましたと。そうなんですよ、ね、いうことなんですよね、はい、でやっぱりさっき言ってたその値段上がったことによって、うん、複数当選してしまうと、うん、ちょっとしんどいなっていうのもあるんです。そう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 、はい、例えば3足買えたら約10万なんでね、えらいことないですそうなんですよ ね、 ね、まあ、返品できるとこは返品、ね、したいかなと思ったりするんですけど、そうですね、そうなんです。抽選とこでもね、まあ、なんかあのキャンセルできないとこ多いですから、ね、あ、そうなんですよね、うん、ということでね、僕らは今回スニーカーズ一本釣りで、うん、まあ、本日迎えたんですよね。そうなんですよね、はい、で朝9時になりまして、うん、まあ、10分間の受付で、まあ、9時ちょうどにですね、うん、これねスムーズにいけたんですよね。ああ、そうなんですか。そうなんです。たまにちょっと一旦ね、アプリ切って立ち上げないといけない時とかあるんですけど、今日抽選ですよね。あ、そうなんです、抽選で。で、はい、抽選の時って、なんかなかなか切り替わらなかったりとか。あるんですよね。マッチがくるくるが長かったりとか、ね。トン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 ってやったりとかして。とかあるんですけど、ね。あるんですけど、今回はスムーズやった。あ、スムーズやったんですよ、ね。これはあれなんですかね、あの、競争相手が少ないのか、それともアプリが改善されたのか、どっちなんでしょうか。僕の、まあ、Wi-Fi の環境がすごく良かったのかわかんないですけど、はい、わかんないですけど、はい、で、まあ、こういった風に、まあ、エントリー済みになってると思うんですけど、うん、はい、でまあね、後でメールで、まあ、結果見たらいいかなと思って一旦ちょっと仮眠したんですけど、うん、はい、でもまあね、あの結果のは気になるんで、うん、まあ、来てはいたんですけど、うん、10分が経ってすぐにね、うん、アプリから通知来たんですよ。ちょっと待ってください、結果ちょっと待ってください、結果ちょっと待ってください、はい、ドラムロールいっときますか。いいください。今日は行きます。今日は行きます。じゃあドラムロールは、はい今なってますね。なってますね。はい。あ、それはもういいですね。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。はい。9時11分に、1分後にね、すぐ結果が来たんですけど、はい、そうなんです。僕の本日のスニーカーズのライチャレンジの、グラティティの結果なんですけども、はい、オッケーです。おめでとうございます。ありがとうございます。オッケー、久しぶりに言いましたよ。そうですよね。そうなんですよね。え、イレブン買ったんて何年ぶりですか。28年ぶりじゃないですかだと思うんですけど。そうですよね、はい、過去に僕らが YouTube やりだしてからイレブン同じチャレンジしてるんですけど、ね、欲しかったモビルはあの定価で買えなかったと言いますか。ああ、そうでしたね。いや、その2月まで買ってないんで、うん、そうなんですよ。まあ、今回このグラティチュードに関しては、まあ、あのヒアですから DMP のね、うん、エアジョーダン6 30ベルでもらってるんで、ああ、まあ、揃えたいなっていうのもあって、うん、で、まあ、これコンコールドにね、まあ、似てる形と言いますか、うん、そうですね、になるんで欲しいなと思ってたんですけど、うん、すんなりねやっぱ買いましたね。よかったです。そうなんです、ありがとうございます。はい、今日見てらっしゃる方結構すんなりいけた方多いんじゃないかなって思ったりするんですけど。そうですね、はい、どうでした。僕ね、はい、昨日の動画見ていただいた方は、ね、あのご知ってると思うんですけどね、はい、あの健康診断、健康診断行ってましたね、はいはい、で補足すると、うん、昨日撮影終わって編集終わった後酒飲んでるなっていうので確認して僕は帰ったんですよ。そうですね、はい、寝過ごしちゃいましたなんすよね。はい、で一応目覚めたんですよね、その後ね。ね、9時50分ぐらい目覚めて、ね、はい、あっってなって、はい、慌ててねアプリ立ち上げたんですけども、はい、なんとですね、はい、僕の方もじゃあ行きますか。お願いします。はい、はい、じゃあドラム行きますね。はい、はい、じゃあドラム鳴ってますね。はい、デザインカット、今ここに来ました。はい、僕の結果なんですけども、
はい、ゴッテンと9時50分でリスト来てたんですよ ね、見たいっすね、まあ待ってたんですよ、見えたんですけど、それは、うん、どうなんですか。で、まあ50分の余裕で帰ったということで、はい、あの僕もね、あの無事ゴッテンそうで過ごしたにもかかわらず帰りましたということで、はい、無事帰りましたね。はい、で、はい、ね、あの夕方頃見てもまだ僕さっきそうなんですよね、普通に帰りましたけどね、はい、さっき見たんですけど、うん、普段だったらスニーカーで僕ら購入済みってなってるはずなんですけど、はいはいはい、なぜか見れたんですよね。あ、同じね、アプリでもう一回立ち上げたらもう一回買えるみたいになってた。そう、僕もそうやったんです、ね、あの購入まではやってないですけど、はい、ひょっとしたらね、なんかそんなのも買えたんかなみたいな、買えたんかなって気がするんですけど、はい、なんで購入済みじゃなくて今何が余ってるかまで確認できたんですよ。そうなんですよね、フィアレスのサイズは確かに残ってましたね。あ、残ってたんですか。はい、僕のサイズに関しては、うん、さっき見た時はもうなくなってたんですよ。珍しいですね、なんか大きいサイズすぐなくなるじゃないですか、はい、っていう感じなんですけど、はい、うん、まあ、さて30とかはなかったと思うんですけど、なんかね、わりかしね、このイレブンってね、人によってはね、はい、通常よりサイズ大きめで売るんですけどね。ちなみにね、僕ね95年と96年にコンコルド買ったんですけど、うんうん、その時のサイズより 0.5 センチ今回上げてますね。ああ、そうなんですか。なんか、ね、この YouTube やり出してから、うん、0.5 上げてジョーダン買うようになったんで、あ、そうなんですか。そうなんですよ。27.5 で買ったんですけど、うんうん、はい、まあ、今回これね、見ていらっしゃる方で、はい、狙ってた方は、まあ、買えていらっしゃる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、ね。逆にね、はい、買えなかったっていう人いるのか、はい、いるんですかね。ちょっと聞いてみて。でもその後リストック来てるんでね。そうですね、そこで変えてると思うんですよ、はい、ああ、まあそうなんですね。一回そこまで。ああ、なるほどね。はい、今回ね、はい、無事に変えたことおめでとうございます。で、ね、はい、まあ、こういう状態でだったんで、どこかでは変えるんかなという気がするんですけど、はい、もしスニーカーでね、落選された方いらっしゃいましたら、ちょっとコメント欄に、ね、書いていただけたらなと思うんですけどね。はい、まあでもその後リストークでその方もしかしたらね、変えてるかもしれない。拾えてるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど。ね、はい。まあ僕もね、9時50分に変えましたから、ね。言ってましたよ、ね。なんだかんだでね。そうなんですよ。はい、でそんなね、まあ、はい、このエアジョーダンイレブンのグラチューなんですけど、うん、まあ、事前にね、海外の方で、まあ、100万足以上あるんじゃないかっていう情報が出てきてまして、うん、これ昨日もリークアカウントサイトの方がまた言ってたんですよね、はいはいはい、でそれ以外に僕がよく見てる、リークアカウントサイトの Z スニーカーヘッズの方がこれ事前のゲリラ発売アメリカの方であったんで、うん、まあ、60万足以上売ったっていう話、発売されたっていう話があったんで、うん、もう今日の発売の前にみんな手に入れてるよねっていう風なギャグみたいな感じの投稿もありました。ああ、なるほどね。もうみんな、もう手元にあるんじゃないかっていう。明日買う前に。今更買うんでも、ね、ああ、そうなんですよね。もうこの間のゲリラでみんな手に入れてるんじゃないかみたいな感じのことを、まあ、投稿があったんですけど。でもね、考えてみたら、はい、例えば僕が前に買ってたのクールグレイ。ありましたね。2年前ですね。はい。はい、あの時でも100万足以上作ってるっていう話だったありましたね。でもあの辺、ね、はい、結局ね、いや売り切れてました。そうですよね。まあ何回かリストックは来てましたけども、最終的にはね、はい、売り切れてましたね。そうなんですよね、はい、で去年発売されたチェリーですのでこ、うん、んなファンダー言うて別にスニーカーの方に今もあるわけじゃないですからね。そうですね。そうなんですよね、うん、はい、でね、他の、小売りの方で今どうなってるのかなと思いまして、うん、国内の話なんですけど、まあ今日ねスニーカーズの方で買えてなくて、はい、あーってなった人もひょっとしたらまだね買えるお店あるんじゃないかな、ね、というところなんですけどもね、はい、はい、ちょっとねこれ見てもらいたいんですけど、まずアトモスさんの方を見てみると、うん、結構まだ買える状態なんですよね。これ今撮影時点18時ぐらい、あ、そうなんです、その時の情報になるんですけども、はい、29センチまでで、ね、あるんですよね。あ、僕もじゃあまだ間に合うぐらいの感じなんですね。それ以上上にに関しては、スニーカーズと一緒で、うん、売り切れてる感じなんですけど、はいはい、はい、でこれアドバスさんって抽選しましたからね。ああ、そうなんですね。はい、で結構ね SNS の方でアトモスさんで書いた時ってコンジュラクレーションって出るじゃないですか。あ、出ます、ね、あの投稿結構見ましたね。あ、そうなんですそうなんですよね。はい、なるほど。で次がこれ、うん、国内の小売でアンディヒーテッドの方でも発売があったんですけど、うん、ちょっと見てもらったら分かると思うんですけど全然買えるんですよね。そうですね、25から30までいけちゃいますね。そうなんですよね、うん、はあ、で次がですねこれグレイトですね。グレイトさんもね、はい、たまに僕ら抽選させたりもしてるんですけど、ね、すね、はい、はあ、結構買えるんですよね。そうですね結構買えちゃう状態なんですよね。そうですね。そうなんです。まあ、次がミタスニーカーさんなんですけども、はい、こちらの方も結構全然変えちゃうね状態なんですよ、ね、いうことな、はい、本日の夕方以降のちょっと話してるんですけど、ただ僕らねこれ別にカートまで入れたりとかしてチェックしてるわけじゃないんで、はい、ひょっとしたらカート入れた時にとかっていうのも、あ、一応それも確認しました。あ、そうなんですか。フィアリスのサイズと僕のサイズに関しては確認したらもう全然最後までいけてしまう感じだったんですよ、ね、あ、そうなんですか、ね、そうなんですよ、ね、まあ、この状態であれば、はい、まあ、今日スニーカーで買えなかった方も、はい、まあまあ、あ、そうなんですよね、買え、はい、
買いに行けるのかなというところですよね。あのスニーカーズのこれ利息着てるんですけど、うん、僕のサイズが確かもう今売れてしまっているんで、うん、まあ氷の方でね全然今からでも間に合うっていう感じなんですよね。そうですね。ちなみにね A&S さんとヒットに関してはもう売り切れてるみたいなんですよね。ああそうなんですね。A&S さんの方に関してはね、僕はスニーカーズでゴッテムできた時にすぐに見れたんですけど、うん、あの売り切れてましたね。あそうなんですか。数が少なかったのかもしれない。たのかなと思ったりするんですけど、うん、そうなんです。で海外の方ちょっとさせてもらいたいんですけど、はいはいはい、本日日本のスニーカーズ以外でも、まあ、アメリカの方はねまだ発売はされてないんですけど、韓国のスニーカーズちょっと見てもらいたいんですけど、はい、韓国のスニーカーズね余ってるかなと思ったら、うん、これ意外にもね売り切れてるんですよ。あそうなんですよね。はい、ちなみに韓国のスニーカーズに関しては堺とナイキのマグマステールとか全然買いますからね。そうなんですよね。在庫残ってますからね、うん、そうなんですよ。そういった中イレブンのグラティチュードは韓国のスニーカーズ売り切れてて、うん、で台湾のスニーカーズの方を見てもらうと、うん、ほぼほぼ全部あるんですよね。あそうですね。29cmまで残ってますね。はい、で UK とおよび、うん、EU のスニーカーズの方でもさっき発売されてるんですけど、うん、見てもらうと全然余ってるんですよ、ね、UK すごいですね。あの3インチから17インチまで余ってるんですか、はい、そうなんですよ、ね、すごいですね、はい、まあ、アメリカに関してはさっき言ったんですけど、うん、まだこの日本時間の今ではね全部発売されてないんで、うん、そうなんですよ、ね、うん、まあ、この感じだとアメリカのスニーカーズの方も、うん、余るんかなっていう感じがするんですけどね。で、海外の氷の話させてもらいたいんですけど、うん、フィニッシュラインの方では一応お店に行かれた方が、あの全然店頭で余ってて買えるよっていう風な投稿もありましたね。そうなんですよね。はい、ということでね、エアジョーダイレブンのぐらい、僕ら全然欲しかったんで、まあ、定価で買えて全然良かったんですけど、はい、まあ在庫の方は結構ね、今も世界的に余ってるっていう、まあ、そんな感じなんですよ。ちょっと僕はあの意外だったんですけど、日本でなんか案外数少なかったりとか、はい、ああそうなんですよ、まあ皆さん結構イレブン好きやったりとかするんで、はい、売り切れちゃうのかなと思ってたら意外や意外余っちゃったな。余っちゃってるんですよ、ね、やっぱり値段じゃないですかね、っていうのもあるんかなって気もしますよね。思うんですけどね、うん、そうなんですよ。なんだかんだで、はい、その去年一昨年までのクールグレーだったりとか、はい、チェリーだったりとかっていうのは、はい、まあイレブンであのまあね、毎年、はい、あの年末に発売されて、ね、まあ、この時期に発売されてるんですよね、うん、やつは、はい、まあ100万足以上あるんじゃないかって言われるぐらい大量に発売されてるんだけども、はい、まあリストックは多かったとはいえ、はい、なんだかんだ売り切れちゃんと売り切れてるんですよね、いうところで、はい、今回グラティチュードってデザイン的にはみんな全然ありなんじゃないかなっていうところで、思うんですけどね、うん、そうなんです。余るっていうのはちょっと意外だなっていう感じしましたけどね、はい、まあこれがね今回チェリーだったらもっと大変なことになってたかもしれないですけどそうです。僕去年ねあのチェリーはあのチャレンジしなかったんですけど、はい、そうなんですよ、ね、ちょっとあの赤色のスニーカーを僕は履きこなせるイメージが全然わからなくて、はい、でイレブン好きなんで、はい、ずっと買い集めてたんですけど、まあ去年はねお休みしたんで、で今年はやっと買えるなという感じだったんですね。去年チェリーが発売された時に、うん、今回のこのグラティチュードでそのチェリー発売された時の国内の値段がそのままだったら、うん、多分去年だったらグラティチュードは絶対にね興味みたいなことになってないと思うんですよ、ね、まあ国内でのスニーカー人気みたいなものも一定も落ち着いてしまったと、はい、っていうのはね、いうのと、はい、まあ、今回の値上げっていうところとが相まってって感じだと思うんですけどね。かつまあ数がね多かったんじゃないかなと思ったりするんですけど、うん、毎年ね、はい、このイレブンっていうのは大量に発売してるじゃないですか、はい、だからあのエアージョーダンシリーズの中でも実はナイキの中でも稼ぎ頭のスニーカーって言われてるんですよね。言われてるんですよね。12月の売り上げこのイレブンに結構頼ってるじゃですけど、そうなんですよね、はい、ナイキの中では結構売り上げをね占める、はい、まあ、100万足以上売ったらそれはそうかって感じですね。もともとイレブンってドルでも定価が高いんでね、うん、あそうです、ね、あそうなんですよね、うん、はい、まあそのところがこう今回ちょっとどうなってんのかなって気もしますけどね。はあはあ、で、二流通の方でも、その取引の値段とかさっき見てたんですけど、うん、まあ大体定価よりちょっと1000円、2000円安い感じで、取引されてるのかなっていう感じですかね。うんうん、まあ、はい、あれですよね、きっと二次流通で買われる方っていうのは、はい、まあ今余裕でいろんなところで買えると。はい、で、ナイキだったら、まあ送料は無料なんで、ああそうですね、まあ定価で買えますと、はい。で、二次流通の方だと、もしクーポンをうまく使えば、はい、あそうですよ、ね、定価プラス送料分よりもはるかに安く、ちょっと安く買えるかな、買えちゃうんじゃないかな、みたいなところで、気がするんですけど、なんかこううまく取引されてるのかなって感じがしますけどね。はい、
ではそんな、なんか、はい、まあ僕らもね、届くのが楽しみで待ってるんですけど、僕久しぶりですからね、イレブン。そうですよね。ほんまにそうなんですよ。で、しかもですね、楽しみにね、はい、待ってはいるんですけども、その、待ってる理由の中にはですね、はい、ちょっと、はい、なんか中身おかしいんじゃねえかみたいな話もちょっと出てきてたりするので、それでね、ちょっと早く届いてほしいなと、早く確認したいな、はい。確認したいなっていう ね、部分がね、ちょっとあるんですよね。まあそれがね、どんな問題なんかと言いますと、はいはい、ちょっとこれ見てもらいたいんですけど、60万足近く US のスニーカーズの方でゲリラ発売されて、まあ先行でね売られたんですよね、はい、でもう手元に届いてらっしゃる方は結構いらっしゃるんですけど、うん、その中からこういったね今見てもらう写真の投稿があったんですけど、はい、今回のエアジョーダンイレブンのグラティチュードのアウトソール見てもらいたいんですけど、もともとこのアウトソールのクリアになってる部分っていうのが若干ね黄色っぽいカラーなんですよ、これっていうのは。そうですよね。そうなんですよね、うん、はい、まあ公式の写真見てもらうと分かると思うんですけど、うん、で2つねそのアウトソール映してるのがあると思うんですけど、うん、片方はこれ透明のね、ほんとホワイトに近いようなカラーになってて、うん、で、もう片方は元々のこの公式写真で見られるような黄色み上がってるね、カラーになってて、これアウトソールのカラーが違うんだけどっていうね、投稿があったんですよね。本当にこうね、右側の方はオフホワイトで、はい、左側の方が本当白い、はい、そうなんですよ。薄透明みたいな感じになってるんですよね。はい、で、これナイキ品質問題的な感じで、うん、この方コメント付け加えて投稿されたんですけど、うん。なるほど。そうなんです。これ見た瞬間に、これちょっと届いた時ちゃんと確認した方がいいなって思ったんですけど。そうです、ね。まあ、ただね、別に履いてしまえば気にならないかなと思ったりもするんですけど。まあ、確かに。いつで黄ばむからね。ああ、そうなんですよね。はい、ただまあね、新品の状態で届いたものが、こういった風に、まあカラーの違いちょっとだけね、あるのは、まあ、本当は気になっちゃ気になるかなって気がするんですけど、ね。そうですね。はい。まあ、それ以外に何か、今回、このエアジョーダンイレブンのグラティチュード、うん、何か品質の問題があったかっていうね、投稿があったかといえば、他はなかったんですけど。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。今回このアウトソールのカラー違いっていうのがあったんで、ちょっとやらせてもらったんですけど、ね。まあ、でも、今回はね、はい、結構余ってるんで、交換もできるじゃないですか。あ、なるほど。通常抽選物って、もう、はい、物自体がないじゃないですか。あ、そうなんです。だから交換できないと思うんですけど、はい、今回なんか問題あったとしても、ちゃんとしたら、まあ、在庫ありそうなんで。交換してって言ったらしてもらえるんじゃないですかね。はい。まあ、こういった投稿があったっていうことなんですよね。うん。はい。皆さんもね、多分心配だと思うので、はい、届いたらまずアウトソールのね、はい、サイズと見比べていただいてね。はい、はい。ひょっとしたら右も左も真っ白みたいな人もいるかもしれないですね。まあ、そのあたりもね、ちょっとしっかりとちょっとチェックしていただいて、はい、もし何かあったら、ちょっとコメント欄に、はい、いただきたいなと思うんですけどもね。はい。はい、まあ、僕らも、はい、まあ、2日3日したら届くんですかね。月曜日は多分届くと思うんですけど。そうですよね。はい。はい、また届きましたらね、その辺りのレポもこちらできたらなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。カイノスでした。さよなら。久しぶりのゴッテムでした。ダブルゴッテムですね、これね。あ、そうですね。はい。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24-7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust So I'm reminiscing visions I had At Parker's can't listen but finish